皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのトシです。今日は中学3年生の勉強時間の増やし方というお話をします。中学3年生、高校受験がありますよね。高校受験の入試、これは中学校3年分、これがテストの範囲になります。受験生は普段の学習、これに加えて中1、中2の復習が毎日の勉強の中に入ってくるわけです。つまり中学3年生になると毎日の勉強量が増える、こう考えてください。でも高校受験は部活が終わる夏からの本番なんて思ってる人きっといると思います。でもね、こう考えてると入試を見据えてすでに先行学習している、そういう人に大きく遅れてしまうことがあるんですよ。でも悩みは部活があって勉強時間を増やせない、多分ねこう思っちゃうと思うんですけれど、勉強時間を増やす方法があります。それは授業中にこの学習内容を理解してしまおうと、こういう気持ちでしっかり授業を受けることです。学校の授業だって勉強時間ですよね。だからそれを上手に使おうということです。でぼーっと聞いている授業も集中して受ける授業もどちらも同じ1時間でしょう、ね、この2つの違い、ぼーっと受けると集中して受ける、この2つの違いがだん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 大きく大きく、ね、なって差が開いていってしまう、そういうことなんですよね。じゃあ具体的にどうすればいいかというお話になります。授業中にこの学習の内容をしっかり理解してしまうために必要なのはこれ、予習です。予習って聞くと、うわやりたくないってね、まだ勉強してないところを見るなんて嫌だという人いるでしょう。でもそんな心配しなくていいです。予習は次の授業でやる内容を大まかに分かればいい、こういうことをやるんだって知っておくだけでいいんですよね。時間をかける必要はありません。予習の時間は1科目10分くらいで十分です。10分だったらね、できるでしょう。で、予習は数学なら教科書の例題を使うのがいいと思っています。例題は解き方、途中経過全て載っていますよね。あ、次の授業でこういうことをやるんだって、それだけ見るだけで構いません。で、理科と社会、これは教科書はやっぱり予習やりづらいので参考書おすすめです。簡単な参考書ですね。うちの法徳学院では分離のわからないをわかるに変える、このシリーズを生徒に進めています。そして授業を受けるとき、予習した内容を思い出しながら授業を受けてください。そして特に予習でわからなかった部分、ここはしっかり集中して聞いてください。聞いてもわからなかったらその後で学校の先生に質問しましょう。学校の先生、質問しづらかったら塾に行ってる人、塾の先生に聞いてみてください。そしてさらに大切なのは家で復習すること、今日学校でやったことを家で復習してみてください。そして実際に問題が解けるかどうかを試しましょう。問題が解けたら、ああ分かってる、理解してるんだなってことなんですよね。だから必ず問題を解けるかどうか試してみてください、ね、こういうことで学習の内容の理解度とか定着度、これは大きく上がるので、ぜひ学校の授業、予習をしてから受けること、これをお勧めします。これによって勉強の時間が、ね、確保できると、部活があっても大丈夫ということなんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。